はい、どうもタクタクです。今回は本日発売されたスーパーマリオメーカー、9月10日発売されたこちらスーパーマリオメーカーを遊んでいきたいと思います。こちらの商品というかこちらのゲームはまあ説明いらないですよね。作って自分で作ったコースを遊べると、さらに友達と共有して遊ぶことができると。友達が作ったやつをちょっとお前これやってみろよみたいな感じでプレイすることができますよという、そういうねスーパーマリオメーカーなんですけど、まあ CM とかもいろいろあるしやってるしね、もう説明ない必要じゃないと思います。はい、で今回家電量販店さんで購入したんですけど、今回さらにこれじゃん、アミーボ、限定アミーボかな、今回の30周年スーパーマリオ、どう書いてるんだろう、スーパーマリオブラザーズ30周年の記念のアミーボですね。でこれをスーパーマリオメーカーでこのアミーボを使うと、こんな感じ、マリオがパワフルにどんなブロックも破壊みたいな、そういうのがなんかできる、わかんない、やってみないとわかんないですけど、これを札幌の山田電機さんで買ってきました。はい、それでは早速やっていきましょう。始まってんのこれも。行くぞ。スタート。レッツゴー。レッツゴー。はい。何どうすんの。いやもうあんまり始まったけど。はい B。もう始まったよいきなり。はいはい。おお。何これ初めて、なんか一番最初のマリオじゃんこんなん。ほう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 。どうすんのこれ。どうやらこのコース。誰かの作りかけみたいです。続きを作ってコースを完成させましょう。なるほど、もう始まってるわけね。これはここからもうチュートリアルだと。作る方法、下書きをよく見てパーツを置いてください。間違えたところは消しゴムで消せます。はい、これあれだ、こっちだね主にね。こっちの Wii U ゲームパッドの方でやらないといけないみたいですね。でもちょっとこれ画面がでもリンクしてるから、これあれだね、友達に見てもらいながらやるってこともまあできるわけですね。あ、これ待って、ペンを、はい、ペンを取り出して、うわーちょっとこっち側のカメラとかもちょっと用意したいな今度やるときは。これでキノコをじゃあ仮にここに、あ、なるほど、あ、手が出てるよ、ここに入れるわけだ。はい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 、こんなに綺麗な手してないけどな俺な。パーツをハテナブロックに入れる。はい、 OK、 入れましたよ。じゃあこの、これクリボーを入れることとかもできるわけや。おー、いける、いけんの、すごい、そういうこと。ここ来て、はい、ここにパックンフラワーを当然出すこともできますよと。あ、これでいいのかな。はい、何どういうこと、どういうこと、こういうこと、これは戻すわ。じゃあこれ戻しとこう。ちょっと待って、ちょっと待って、違う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 、これ難しいな。これで、あ、マリオを移動させながらってことか。ちょっとなかなか操作が慣れるまで難しいところがあるけど、でここに、はい、土管を置き、ここにもう一回パックンフラワーを置くこともできる。なるほど、コイン、あ、なるほどね、ここにコイン、こうやってブロックを置いて、コイン、コインは1コイン。これ連続コインみたいのはどうやって出すわけ？もう1個入れるとか？わかんないな。これ他にアイテムの切り替えみたいなのはできないのかな？はあ、ははあ、もういきなりこんなできるんだ。L とかあるか？あ、LR じゃない。カメラ移動。カメラ移動。X、Y、B、A。パーツを振る。ノコノコをタッチしたまま素早く振ると。これを振ると、あ、なんか、あ、赤くなった。
緑になった。なるほど、切り替わっていくよと。なるほどね。これここに置いとこうか。じゃあここに、はい、置いといて、でお前ちゃんフェイン、でここにブロックをこうやって置いとけばいいわけだ。こうやって置いて、これ通りまずはやってみようかね。おとなしくこう人の引かれたレールにね乗っかってみるっていうのはまたねいいかもしれない。これはこれも振ると、これも振るとどうにもなりませんいいねこれ。別に画面キャプチャーなくてもいいな、こっちのゲームの Wii U パッド。こっちで普通に何をしてるかが分かる。これはこれ何、どっか飛んでた。あ、これあれか、羽マリオみたいなやつ。これを振るとどうにもならない。ノコノコを振ると、あ、なんか変わった。なんか砕けた。キノコは、あ、なんもならないよ。はあ、はあ、下書きをよく見てパーツを置いてください。消しゴムで消せますよ。まあ、最初のうちはこんなもんなのかもしれんな。あ、ここいっぱい置けと、いっぱい置いてけよお前と。はいはい、これ置いた時のこの声をちょっと聞いてみよう。これでいいのかな、これでいいのかな、これでいいと信じている。あ、ここにもブロックを置いていけよと。これめんどくさいな。これでいいじゃん別に。これでいいよね。ちょ、全部置かないよ。これでいいと思うから俺は。はい、これでいいと思っている。で、ここに、ここに、はい、緑を置いて、え、なんか置いてあるんだこれ。あ、羽をこうすると、あ、待って待って待って、羽をこうすると、あー、パタパタになるのね。あなたはパタパタになるのね。なるほど。で、これを、これは置いていかないとさすがにまずいだろう。これは置いていきましょう。え、なんか木みたいの生えてるよこれ。いいのこれ、こうして、はい、あ、落ちちゃった。あ、これでもさ、こうやって、え、これなんか連続して置きたい場合は どうすればいいんだろう。これ連続して置いていきたいぞ俺は。え、なんかババ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 って一気に置く方法ないのかな。ちょっとこのチュートリアルを経験して、そういうのは考えよう、考えようっていうか覚えよう。あ、できたっぽいよ、できたっぽいよ、なんかできたっぽい、できたっぽいっす。できました。え、これもしかして全部ちゃんと並べろよっていうことなのか。分かったよ、ちゃんとやるよ。しんどいな、ちょっと。あ、これでいけるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、 OKOKOK、 コースができたらもういいの、いいんだね、いいんだね。こうタッチしていい、はい、タッチした。これもいっていいの。遊ぶをタップする、タッチするとお試しプレイが始まります。作ったコースをクリアしてみてください。わかりました、遊ぼう、行くぞ。ちょっと待って待って、これしまいたい、しまいたい。よーし、いきます。ここ 何入れたんだっけ。よっ、あー、それ頑張る、タイムで自分の作ったコースでやられるとこだった。で、ここに、はい、え、なにこれ、細っ、え、なにそれ、細いよ。あ、なにこれえ、なにこのマリオ、やば、なんでこんなマリオになっちゃったの。え、これどういうこと、どういうこと、どういうことこれやばいでしょ、どう考えてもやばこれ何、これなんだ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 、あなた、おかし、いろいろおかしいことになってるぞ。長いマリオ長え、マリオ長えな、これなんでこんなのなっちゃった。こいつをあっち側に、はい、どうなる、お、いいね、気持ちいい気持ちいい、いいよ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 、イエーイ、一気アップ、ふぅ、危ない危ない、パタパタ、危ないな、お前はパタパタ、すごい、これ楽しいね、いや、もう楽しいよ。すでに楽しいよ。長いマリオね。これ、1キャップしたいな。一番上が1キャップだよね、これね。せい!置いた!ほうほう!これあれだ、跳躍力、なんか飛んでる時間が長いんだ。コース完成おめでとう。初めてのコース作りいかがでしたか?せっかくなので記念にセーブしておきましょう。いや、セーブするよ、それは。
タッチ。なんであんなマリオになっちゃった？新しくセーブ。これでいいのかな？結構簡単だな。セーブする場所？いっぱいできるの？うわうわうわ。ワールド。ワールド無限にあるよ。すごいすごいすごい。ワールド30まで作れる。いいねいいね。じゃあ一番上にしようか。ワールド1ということで。はい、ワールド1にしました。 Wii U ゲームパッドで操作してください。え、最初よし。はい、名前はチュートリアルにしました。まあまあだね。まあまあだ。新しいボタンが3つ増えました。はあ、これまだチュートリアル終わってないんだ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。